ウィリアム・ダニエルズはアメリカ合衆国ニューヨーク市生まれの俳優、声優である。1927年にニューヨーク市ブルックリンに生まれる。1949年にイリノイ州にあるノースウェスタン大学を卒業。その後は役者を目指すべく演劇業界に足を踏み入れる。実写映画のデビューは1963年に制作された。 レディーバグレディーバグでダスティン・ホフマン、アンバンクロフト出演の卒業ではホフマン演じる主人公の父親役を演じる。その後も順調にキャリアを重ねていき映画やテレビなどで活躍。彼のキャリア中最もよく知られているのは1982年から1986年までデビッド・ハッセルホフ主演で制作されたカーアクションドラマナイトライダーである。 同作品では、主人公の相棒であるナイト2000に搭載された、高性能人工知能、KITT の声を演じた。後に、米アニメの、ザ・シンプソンズやコメディ映画、頑張れ。ベンチウォーマーズでは、同役で、ゲスト出演を果たしている。舞台方面でも活躍し、ブロードウェイデビューを飾った後は、数々の舞台へ出演。名作舞台、ザズ・ストーリーでは、 オビー賞も獲得した。ダニエルズの母校であるノースウェスタン大学では彼の功績が称えられ、ウィリアム・ダニエルズ賞という名の賞が学生に送られている。1951年に女優でもあるボニー・バートレットと結婚。なお、妻とはテレビドラマストリート・エルスウェアにおいて共演しており、劇中でも夫婦を演じた。 見事本作品で1985年と1986年にエミー賞を獲得した。ありがとうございます。